いどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきたいと思います。うわ強6990は強い。前からね言ってるんですけどね、6000に行くのってマジむずくない？僕もこの5400台ぐらいでね結構止まってるんですけど、本当にこの6000台に行くのがね難しいんですよ。誰か出して、誰か出して、いやもう僕出します。はい、出したいと思います。はい、みんな出してあげる、もうみんな出してあげるね、みんな出してあげるか。ルイジも出してあげるね。はい、行っていいよさあ自分も取っていきましょう優しくない今ね、こんくらいぐらいするんだったらさ、なんか恩恵あってもいいよね。せめてさ勝つぐらいの恩恵。やった、抜いた。これですよ、いいことしたらなんかいいことあるんですよね。最高のボランティアしたよね。でこのまま当たっていきます。よし、で土管に入る。これね、まあ、出してあげたから待ってくれるよね。 ねキノピオとあのキノピコ待ってくれるよね。待ってくれてもいいと思うんですよ。よし、で次は邪魔とりあえずあのネズミめっちゃ多いね。チョロプーだったっけ。でこれはワープブロックね。え、ルイージ当たってるルイージ猫じゃなくなってるね。まだ僕は猫ですよ。もうみんな猫じゃないのかな、もしかしたら。そしたら熱いな。あ、一人猫だったね。そろそろ追いついてきてる、追いついてきてるけど、うわ熱い熱い、ほらほら結構熱い。いやあのイレート一番上の人じゃん。結構いい線いったんだけどな。記憶失いました。記憶失ったのか。それじゃあ記憶失ってるけど楽しく行こうぜ 3D ワールド。記憶失いましたってさ、どういう感じにつけてるんでしょうね。だってさ ID が記憶失いましたですよ。うわー、これ欲しかったな。いや2番センジでもいい、2番センジでも何番センジでもいいから取っていきます。うおし、オッケー。これは猫ないときつかったね。猫取っておいて正解ですよ。よし、このルイージ上から行った。え、上から行けんの。嘘。え、マジで。いや、いけない、いけないね。やった、ルイージ戻ってきてる。よし、チャンス。で、このまま透明の間に入ります。で、次右でしょ。いや、こっちよしよしで、左よし、いける。うわー、クリボー邪魔のないいところにいた。いや、ルイージとキノピコがこっち来たら結構きついな。なんつだって猫持ってるもんね。よし、これじゃこの猫上がっていきます。よし。で、次ヒップドロップで、また登る。で、またヒップドロップじゃないや。これはこれどうしよう。いや、このまま行こうか。もうこのまま行きます。もうこのまま行きたいと思います。よし、ね、車だ、車行け、早いぞ車。よし、まあまあ早いこのまま追いつこう。おいけー、よっしゃやったリスナーさんと当たってみたいよね。まあ、こういう動画を出してるとき、ライブ配信以外でも、リスナーさんとね、当たってみたいな。過去に一回一度あるんですよ、リスナーさんと当たったことって。まあ、そん時はほんと偶然だったね。うわ、誰か、ヒップアップした。ムヒさん。え、ムヒ？あ、多分体かゆかったんだろうね。邪魔。よし、このまま当たっていきます。よし、うわ、これアイテム取ってった方が良かったかな。なんか取ってった方が良さげっぽいコースだね。いや、これまずい。上行こう。OK。でこのまま渡っていきます。でこれも上だね。ジャンプ、ここら辺でアイテム取っていこう。ない、アイテムがない、まずい。これどんどん上に上がっていく感じかな。よし、で上で左でしょ。透明どっかでいいかな。あり、めっちゃあり。こっちなんか出て、うわ、コインかいらねえコインはいらない。うわ、ルイージめっちゃ来てる。しかもルイージはキノコ状態か、スーパーキノコ状態。でも結構早めに行けたんじゃないかな。で、このまま渡っていくと思ったけど、これは勝った。結構ルイージ下いるんだね。で、これパウするでしょ、きっと。ここでみんな待っておきますか。いや、ちょっと待って、まずい遊んでたらこんなになっちゃったよ。なんか素晴らしそうなステージだね。これ苦労するだろうね、ここ作るの。めっちゃいい感じだよね。うわ、これどこ行こうか。じゃあ僕ここ行きます。一番てっぺん取ります。マリオはどこ行った。え、みんな同じかあ、待って、ルイージ見てた。僕キノピコだったね。うわ、これは落ちていくステージかな。ちょっと待って、バネ持ったこれ一番端っこが一番有能説ないね。全然なかったねいやー、でもここすり抜けます。熱いよ、熱い。いやー、ありうわー、たバネ持ってる。俺左だね。思いっきり左に行こう。ジャンプよし、これキッズ。いや、でも
これめっちゃ面白いね、このステージ。これこっちで合ってる。やってた。よし、このまま渡っていきます。落ちる。うわ、これ右かな左かな、どっちだろう。あ、こっちね。オッケーオッケーオッケー。なんか来た、なんか黒黒黒すぎが来た。いや、これ僕右から行きます。こっちこっちで左か。うわー、ブンブンいるのか。多分あのブンブン倒さなきゃいけないパターンじゃない、多分そうだと思うんですけど。いや関係ないな全然関係ない。いや、もうルイージが右から入れるなら僕左からやります。多分真ん中にねドカンとかあると思うんですよ。ほら来た、ルイージ、ここ、ルイージ、ここ。あ、ルイージもう行った。いや、ルイージ早い。ちょっと待ってルイージちょっと待ってルイージ。4プレイヤー VS バトルレート6500記念突破、これは見たことないね。このコースめっちゃ楽しそうだね。多分見たことないいや、あるかな、どうなんだろう。僕一番最初にここ行きます。いや待って、出てって出てって、もう出てって、マリオマリオ出てって、よっしゃ危ない、2人一緒のコースに入るところだったね。来た、2、1、ピコーン。よし、どんな、左だねこれ。よし、ジャンプ、熱い、これ熱い、めっちゃ速いんじゃない今の。いや、キドピョ前やね。よし、これは右左一発飛びでいく。よし、一発飛ばしでいけたけど、いや、キドピョめっちゃ速い、めっちゃ速いね。次2番ぐらいに僕かな、2番ぐらいに僕いると思うんですよ。はい、ニューレジャンプ、よし、ここも当たっていきます。キノピオマジで早いね。これワンチャンあるかもしれないと思ったけど、うわー負けた、ギリギリの差だったんだけど。いや僕の方が早かった、いやここ絶対僕の方が早かった。いやこれ50コインが一番最初に手に入れた人じゃないでさ、ゴールが一番最初に行けた人だったら勝ってたよね多分。あのキノピオさ、50コインの次にあった土管があったじゃん、あそこに入れなかったんだと思うんですよね。だからね、50コインはスカイダイビング体験楽しそう。いや、リアルでもしたいんだよね、スカイダイビング。できるかな？とりあえずこの土管に入ればいい。入ろう入ろう。うわ、かわいそうキラピラかわいそう、怖っ。え、これは？常に右に行きます。これ、次、常に僕、右に、あ、右なんもねえ。とりあえずさ、なんか、そう、これ多分移動したらダメだね。このまままっすぐ下に落ちなきゃいけんっぽい。ね、このまままっすぐ下に落ちて、下に土管があるんじゃないかな。多分そうだと思うんですよ。多分この辺。いや、ルイージ、ルイージ多分違う、この辺で合ってる。僕結構ねこの辺距離感得意なんですよ。多分この辺で合ってる。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。